皆さんこんにちは、浜田省吾さん。 100% ファンフンファン、コンサートツアーも盛り上がってますね。早く見に行きたくてうずうずしてます。さて今回は前回に引き続き銚子寛治さんと浜田省吾さんの関係を語るその2です。浜田省吾の魅力を、浜田省吾を取り巻く様々な人たちと浜田さんとのエピソードトークから紐解く特別企画。7月のインタビューゲストは浜田省吾の盟友、浜田バンドのギタリストでミュージシャンの銚子寛治さん。今日は初めてで唯一の浜田くんとの喧嘩についての話を聞いてみたいと思います。それでは行ってみよう。銚子さんは浜田さんとは長い付き合いですけど、何か特別なエピソードとかありましたか？あれば教えていただけませんか？実は移動のバスの中でね、浜田くんと喧嘩したことがあるんですよ。これ旅先での話なんですけど、僕は旅先で30歳の誕生日を迎えたんですよ。それで30になったきっかけに、なんか禁煙でもしようかと思って、今はもう吸ってないんですけど、その頃チェーンスモーカーで、30になったんだからもうタバコやめようと思ったんです。でまあ朝からやめてたんですけども、すっごいなんか自分でイライラしてて、でね、原因は覚えてないんですけれども、移動のバスの中でね、浜田くんと喧嘩したことがあるんですよ。そもそも浜田さんと喧嘩することって、出会った頃から今まであったりするんですか？そこは大人ですから、そういう喧嘩とかはしないんですけどね、ほんとなんかイライラしてて朝から。うん、ほんと原因は忘れたの。つまんないことだったと思うんですけれども、悪いことしたなって思って。銚子さんが突っかかっていくような感じですか？そうそうそう、売り言葉に買い言葉になっちゃって、なんか原因は思い出せないんですけどね。普段なら冗談で済むような。そう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 、なんかそれがきっと僕の中でカチンときたんでしょう。それはどちらが結局折れたというか収めたんですか？いや僕でしょう、自分で悪いと思ってたから。だからもう禁煙は1日で終わったんですけどね、これはダメだと思って。ミュージシャン同士でそういうぶつかったりするようなことってやっぱりあったりするんですか？そんなにないバンドでしたね。要するに浜田の人徳なのか、集まってくるミュージシャンってみんななんかこう優しいっていうか、そういう人ばっかり集まるんで、そういうのはあんまりないですね。よくバンドで大喧嘩したとかってあるじゃないですか。全然そういうのはないバンドですかね。いつも音楽に対してはすごくこだわってらっしゃる方たちですけど、俺がっていう感じの方がいらっしゃらないですよね。そうそう、みんなそうなんですよ。だから割といろんなところに合わせられる人っていうか、俺はすごいやっててなんか楽しいっていうかね、やっぱりそういうバンドの方が。そんなお話伺いしましたが、銚子さん、今日セレクトしていただいたのは。今日はですね、僕は浜田くんのいろんなアルバムでずっとコーラスやらしてもらってるんですと、その中でも自分がやったコーラスの中で一番っていうか、なんか気に入ってる曲なんですけれども、アメリカっていう曲を聴いてください。アメリカが流れます。このアメリカという歌、アルバム J-BOY の中に収録されてますが、浜田省吾さんが思うアメリカという国を、憧れや広大さを緩やかなリズムで歌った自分も大好きな曲の一つです。銚子さん、今度はどんなお話を聞かせていただけますか？今度はですね、浜田のバンドで年間150本以上やってた頃の話なんですけれども、帯広から札幌にバスで移動するっていうことがあって、でちょうどその国道の途中に峠を越えるんですよ。日照峠っていう。そこでトイレ休憩するんですね。で、僕もトイレに行って、戻ってきたら、バスがいないんですよ。と思って。もちろん、お金とかもバッグの中に、バスの中に置いてるわけじゃないですか。その頃は、携帯もない時代なんで、もう途方に暮れちゃって、どうしたらいいんだ。泣きそうになって、国道まで走って出たら、国道をちょっと曲がったところに、バスが止まってて、なんだよと思って、もう助かったと思ったんですけど、何のことはない。浜田がね、なんか脅かしてやろうよって言うんで、そういう子供みたいなことするんですよ、よく。そういう、いたずらを仕掛けることって、結構、浜田さんあるんですか？ありますね、ありますね。いろんなことで、その、子供っぽいいたずら、結構しますね。人が好きなんでしょうね。やっぱり浜田さんって。きっとそうなんでしょうね。うん、ライブの MC とかでも、なんかすごい、要するに孤高のロックスターみたいなんじゃなくて、結構普通の青年っていうか、そういうのをポロッと出すじゃないですか。
そういうところのギャップがやっぱりまた良いんだと思うんですけれど。ありがとうございます。じゃあ最後もう一曲だけセレクトしていただけますでしょうか。浜田の曲でいろいろね、マネーとかブラッドラインとかギターリフを作ってたんですけれども、僕一番気に入ってるのが次のライジングさんっていう曲で、歌詞も昭和の僕にはやっぱりいつ聴いても泣けるんですよ、あの歌はね。今日はぜひそのライジングさんっていう曲を聴いてほしいなと思います。ライジングさんが流れて終了。このライジングさんという歌、僕も大好きな歌の一つなのですが、まさに世界情勢、戦争、飢餓、自然災害など心に訴えかけてくるような浜田省吾さんの名曲といっても過言ではないほどの歌です。コンサートやライブ映像を見てみてください。調子幹事さん、ライジングさんの曲の時のギターを弾く力の入れようと海か、感情がすごく伝わってきます。話は戻りますが、浜田省吾さんと調子幹事さん喧嘩するんですね。まあ人間だからありますよね。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねもぜひお願いします。それではまたね。